はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数の拡張丸2をお送りします。で、前回からね、指数が始まってこれで2本目です。で、前回も指数問題やってたんですが、今回はポイントが1問入った状態で全部で8問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、また指数をねやっていくんですが、新しい言葉が出てきます。で、まずポイントがね、 x の n 乗イコール a となる数 x を a の n 乗根と言います。で、その n 乗根には例えば次乗根とか3乗根4乗根でずっとね続いていくんですけど、そういうのを全部まとめて、まあ、一応言葉をね、覚えといてください。全部で累乗根って言います。ね、次乗根、三乗根、四乗根、全部ね、累乗根です。で、まあ、これは言葉を覚えてもらえればいいんですけど、で、実際出てくるのがこういうやつです。これ、ルートの外に3がついてる。左上にね。で、これで三乗根8と言います。3乗根8だから、これ4乗根81ね。で、これを解いていくと。で、まず解き方としていろいろあるんですけど、どうやって解くかっていうとね、これまず中身をね、何かの何乗になってるから、それを簡単にします。で、一番最初の頃だったら大体ここの数字と同じになる。外が3だから中も3乗になるから。で、8が何の3乗かなって考えると、8って2の3乗なんだよね。で、こうなります。で、ここの数字とここの数字が一致した時にルートが消えるんです。消える。だから中身が出てきてこうなるの、答えとしては。でも、こう覚えてもいい、もちろん覚えてもいいんだけど、次回ね、新しいちょっと知識が入ってきて、これね、もう一回これと同じように書き直すと、3乗根ルート2の3乗ってなるでしょ。で、実はこれね、ルールがあって、何乗根で、まあ、ルートを使ってる時ね、何乗根でなってる時に、これ2のここ分のここ乗って書くことができます。今回3と3色変えようか。3と3だから分かりにくくなっちゃうんで、こっちの3をちょっと青にしておくと、2の3分の3乗と同じなんです。こっち分のこっち、これ次回やるんだけど絶対覚えてください。これすごく大事なんで。ってすると、3分の3って1じゃん、約分すると。で、2の1乗ってつまり2でしょ。だから答え2ってやってももちろん OK です。でも一応、外の数字と中の何乗ってのが一致したらルートが消えるんだよっていうのを覚えてください。で、これ色交互にいきましょうかね。じゃあ次これいきます。で、これ81ってどうしても9の2乗って行きたくなるんですけど、これは4乗にちょっと合わせたいので3の4乗にしてください。もちろん9の2乗で行っても最終的に計算していけば答え導けるんだけど、3の4乗は81です。で、さっきも言ったように、ここの数字とここの数字が一致すればルートが消せるんで、一気に。だから3が出てくるよと。で、答え3ね。で、4番ちょっと浮いてるんだよね、この中で。ルート25って中学かみたいな感じなんですけど、ちょっとわざと入れました今回。で、なんでかっていうと、これ答えから言ったら、これ中学生もできるからね。ルート25って5だから終了っていう感じでいいんですけど、覚えてほしいことがあって、今まで中学までずっと使ってきたルートってあるでしょ。これ実はルートって次乗根で、ここに2が隠れてます、本当は。でも、これからも書かない、書かなくていいから、この2は。ただ隠れてることを覚えておいてほしいの。なんでかって、こうするときにここに2があるって分かんないと2分のほにゃららって書けないから。いいかなっていうのを覚えておいてください。だからちゃんとやると2が隠れてると。で、25が5の2乗だから次乗根5の2乗になると。で、一致するから、だからルート消えるよっていう感じの流れになるんだけどね。で、こっからちょっと特殊ルールがね、いろいろ入ってきます。いくよ。4乗根ルート2です。で、かける4乗根ルート8です。で、ここで覚えてほしいのは、
今こう掛け算でつながってるんだけど、ここね4乗根と4乗根同じね累乗根になってます。4と3とかではなくて4と4になってる時まとめていいよっていうルールがある。つまり4乗根2、8、16でこうしていいよっていう、まとめちゃっていいっていう掛け算でね、掛け算だからね。でこれどうするかっていうと16が2の4乗なんだよ、こうやってね。で一致するから消えて2が出てきて終了だよみたいな、こんな感じです。まあ覚えてほしいのはここのルールだね。ここが いけると。で次も似てるんですけど、3乗根ルート2じゃないもんだ、3乗根2分の3乗根54です。でこれも同じ3乗根なんで、さっきかけたでしょ2816、ここ割ることができます。つまり同じ3乗根だから約分していいよっていうイメージ。1で27で3乗根で4乗根なんでもいいんだけど、ルート1は1です。ちなみに3乗根0、3乗根4乗根0は0です。ね、3乗根1とか全部1なんで分母消えると、1だから。つまり上が残るから3乗根27で27が3の3乗だから3乗根3の3乗となるので、同じだから出てきて答え3だよって。でここどうしようかな、青とつながっちゃうから赤にしようか、こっちは。で次がルート3乗根64です。ルート3乗根64でこれ何かっていうと、こうなった時ここについてる数字とここについてる数字掛け算することができます。で大事なのが、え数字なくねって思うんですけど、ここでやったように2が隠れてんだよっていう、いいね。でそれが分かるから2、3が6、6乗根64となります。で64ちょっとねめんどくさい感じもしますけど、これ8波64ではなくって2の6乗と考えてください。2を6回かけたらね6乗いくからね。で6と6一致するから全部消えて2が出てくるよと、こんな感じでね、いいかな。で次です、最後8乗根81と。でこれは中が8乗になりません。81はで81はどう崩してもここまでしか持ってこれないので、まず8乗根3の4乗となります。でこれ何ができるかっていうと、実はこの外の8乗と、まあ、8も8だねと、中の4っていう数字はそこに同じ数字をかけたりとか同じ数字を割ったりすることが可能です。ここだから2をかけて16と8にしても OK な、別に。で今回そんな数を増やしてもいいことがないので減らしに行きます。でどう減らすかっていうと、8と4を4で割るので、割ると外2でしょ、4で割るから。で中は1になるから消えるよね、まあ1乗書かなくていいからさ。でこうなる。で2乗外のね2乗項の2は書かなくていいってさっき言ったので、つまり答えルート3になります。これはいいかな。まあいろんなルールでちょっとやってきましたけど、ここ、まあ、3乗根とか2乗根よく、まあ、4乗根とかよく出てくるので、まあ、一個一個ルールをね覚えていただけると非常にありがたいです。この後いっぱい使っていくからね、いいかな。では今回は高校数学数2の指数の拡張丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きますと。次回ね、ちょっとまた特殊な、まあ、ちょっとこれ関係が出てくるんですけど、こういったところをメインした動画をね、撮っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。